皆さんこんにちは。人権110番のまた新しい事件が出ました。そばにいるのは太田さん、太田敦司さんと言います。ビデオの販売会社と書籍をやっています。年間の売り上げというのは月商が1000万ぐらいかな、人は20人使っているということでした。川崎の方で事業商売をしています。さて、先月の11月の29日かに彼はある日突然に職務質問を受けたと。で、車の中を見せろだろう、それから、パトカーの警官がさらにまた仲間を呼んで4人で、長時間にわたって彼を拘束し身体検査もさせろ云々ということになったわけです。彼は今まで警察とそういうやり取りをしたことがなかったと応じなきゃいけないのか。しかも警察は、車のドアを開けて、その開けたところに体をつけて、でそのまま発進もさせない、した時にはこの公務執行妨害だぞとか、さまざま言って、彼はこんなことで逮捕でもされるんじゃないかと、頭の中が真っ白になったんじゃないかと、これ一部推察するんですが、ともあれ、職務質問、かつまた警察がそういうことをするということは全く予測もしてなかった。私に言わせれば、市民の無知さというか、ものを知らないというのは、これはもう仕方のないことだけども、そこに乗じて警察がひどい悪いことをするという一つの事例だと思います。で、彼は納得しないので、最終的には釈放されるんですが、本署に声だの、いろいろ言われた。しかし、彼はインターネットで調べた、人権110番のブログや、あるいは動画を見たことによって、なんだ、職務質問というのは任意じゃないかと。全く今回自分が経験したことについて言うならば、任意でも何でもなかったと、ひどい目にあったというところから相談に来たということです。太田さんもちょっと紹介します。どういうことがあったか、あなた自身ちょっとお話をしてくれますか。どうぞ。もう細かく読みなさい。経験でお話をどうぞ。今回ひどい職務質問を受けたんで、僕自身が職務質問っていうのは、なんか本当明らかに犯罪を犯している人がなんか受けるもんだと思ったんで、まさか僕がそう、強引 なんか持ち物検査とか、そういうのがなんか自分が行われるなんていうのは夢にも思ってなかったんで、なんかもうびっくりし、場所はどこで、いつのことですか。10月の29日。10月ね、11月だったら、10月の28日、三軒茶屋の、三軒茶屋、東京都内ですね、世田谷区になる、246沿いなんですけどね、何のためにそこにあなたが、ちょっと長男の通ってる病院があるので、妻と一緒にいたんですけど、あなた家族持ちですね、わかりました。なんか妻が送ってったっていうか、妻があんま車の運転得意じゃないんで、僕はちょっと、自分で授業やってるんで、ちょっと、通報つけて、職場からちょっと抜け出して妻を送って、で、そう病院、長男の通ってる病院に言って、駐車場とか周りにないんで、駐勤みたいに取られるとまずいから、僕は運転席に乗って、したらどういうことが起こったんですか。したらいきなり、あ、すいませんみたいな感じで、爽やかな感じでですね、なんかエイペックみたいのが今特別警戒みたいなのをしてるんで、ちょっとご協力くださいみたいな感じと言ってきたわけですね。僕は最初なんか横につけたのかな、前につけた、思いますけど、どうぞ。別に普通のことかなと思って、なんか免許証見せてくれって言われて、なんかその時は一瞬、あれ、なんか駐車違反やっちゃったのかなとか、ちょっとビクッとはしたんですけど、せいぜいなんか言われるにしても、駐車違反だからどうのこうのって怒られる程度のことなのかなって、駐車違反のことに、乗ってたから多分駐車違反じゃなかったんだと思いますけど、で、じゃあすみません、ちょっとだからトランク見せてください。僕ちょうど車を買い替えたばっかだったんですよ。で、ワンボックスの大きい車で、だから中でも爆弾とか入ってるとまずいから、見せてくれっていう意味だと思って。あなたはそう思ったんだけど、向こうはそういうふうに言ったんですか。爆弾かなんか聞いたことないじゃないのね。具体的な会話なり、あったことをちょっと説明してください。ちょっと車の中見せてくださいって言われたんで、別にそれぐらいは自然なことだから、どうぞっていう形で自分で降りて、
開けて見せるんですね。はい。ちょっとチラッと見て、そしたら次にいきなり、ちょっとポケットの中見せてくださいって言われたんで、で、僕はびっくりして、まあびっくりして、なんでそんなこと言うんだろうと思って、いや、そんなことできませんよっていう形で、まあ、丁重に言ったわけですよね。そしたら見せられないものはあるんですかみたいな、今度話になって、あまりにも。警官は2人ですね。いや、まあ、女性警官となんか男性。人警官と、はい、その警官、はい。主にどちらの警官が。男性警官ですね。なんかそれは、年配がいくつぐらいで。30歳ぐらい。30歳前後、はい。で、階級は。いや、全然わからないね。はい。わかりました。どうぞ。それで今あのポケットの中見せてくれって言われて、それ、僕はだから丁重に、いやそんなことできませんよって、言ったら、なんかいきなり見せられないもんでもあるんですかみたいな感じでしつこく言ってきたんで、僕もちょっと冷静さを失って、じゃあ逮捕状でも持ってこいよみたいな感じのことは言ったんですよね。逮捕状でも持ってきてくださいよと言ったら、逮捕状でも持ってこい、こういう、そう持ってこいみたいな感じですけど、はい、今度いきなり僕の体の前にわざと立ち上がった、こういう感じ、あなたの身長よりも大きい男ですか。同じぐらい、はい、あなた身長いくらですか。170です。170、はい、はい、でワンボックスっていうのが、引き戸のあのドアのやつですか。上にこう開くやつ、後ろの方がね、はい、分かりました、はい、でそれは、まあ、なんか見せるために開きっぱなしだったんですよ、そして私がだからもうその捨て台詞を残してもう行っちゃおうと思ったんですよ、警察は多分そこまでする権利はないだろうってい う,、いうのは僕も知識としてはそれぐらい、それがいきなりこう抑えられて、具体的にはどういうふうにしたんですか。肩をこう、私が警官だとします。待てってなんかいきなり怒鳴り出したんですよ。待てって、あなたちょっとやめろとか、こういうような争いをした。僕もなんかおかしいなと思って、でさらに、もう開いてるドアを閉めようとして、それは押し問答みたいな感じで、やめろみたいな感じでこう肩を抑えられたんですけど、僕はやめろやめろと、はい、こういう感じですか。だからそんな感じでこう締めようとしたら、警察官が、わざとかどうかわかんない、まあ、少なくとも体をわざとこう入れてたんですよね、はい、でそのドアが、警察官の頭にちょっと当たって、その時、うちぇーみたいな感じで、公務執行妨害で逮捕するみたいな。当たって、あいせー、はい、今度は言葉として公務執行妨害で逮捕する。何時何分とかなんか、言って、僕、なんかもう、怖くなっちゃって、はい、なるほど。で、さらに、で、僕は思わずその時に取った行動っていうのは、なんか警察官がいるのに110番するっていうのも、結果的に110番したんですけど、それが、まあ、警察官がいるのになんか110番するっていうのもなんか おかしいような気もしますけど、まあ、結果的に110番したんですよね。なるほど。これ携帯電話で来たんです、はい、はい、で事情をまあ説明して、その実際にはもうそこの現場の警官にもわざと、ほら私はもうこう110番したんですよ、あなたそれでもやるんですかみたいな感じで話してみて、いや僕は110番のお巡りさんは味方になってくれると思ったんで、こんなおかしい警官がいるんだから、そしたらなんか結果的には、あの110番の警官は、現場の警官とよく話し合ってくださいって言って、話が終わっちゃったんです。現場に投げ返したわけな。だから僕も法律的な知識が ないから、私にはそういう義務があるのかなって思って諦めて、それどころか逆に電話したことによって、さらになんかパトカーがもう一台来て、4、5人の警察官が、さらに最初のパトカーにあなたが捕まったとか、職務質問されて2人いましたね、はい、あと何台来ましたパトカーは。1台だと思いますけど、4人も乗ってた。2人だけですか。4、5人来ましたね、乗ってた、はい、後から来た警官はどういうふうにあなたに対応しましたか。言うときお前なんだよとか、なんで職務質問とかもちろん見せろよと、こういう言い方をしてましたか。いや、なんかその現場の警察官に、の味方をするような形で、なんかあたかもなんか私が悪いみたいな、なんか
うん、なんかすごいなんか指名手配の犯人でも見つけたかのような感じで、うん、なんか取り囲んで、うんうんうん、そしたらあなたにすればだんだんと余計部方が悪くなってきたわけだ。いや僕も怖くなっちゃいましたよ。怖くなってきた、はい、なんか自分でもなんかそんな悪いことしたのかなっていう気持ち。逮捕されるんじゃないかと思いました。それともどういうふうに思いました？あ、いや、もしもこれ従わなければ絶対逮捕されるなと思いましたね、うん、ということは警官の職務質問を任意だと知っているから任意でしょと言った、はい、そうすると任意でしょとは言ってないですけど、いや、なんとなく任意なのに、まあ、常識的に考えてなんかおかしいなと、うん、じゃあポケット検査をさせろ、はい、ということだって、じゃあ、捜索令状とか、まあ、令状があるのかと言ったら、はい、向こうはそのもの関係ないって言ったんですかね。私はなんかあの、うん、これ職務質問というのは法律で認められていると。警官はそう言ったわけね、はい、うんうん、だから普通の人には誰だって協力してもらってるんだみたいな、協力しないのは明らかに おかしいと、なんか挙動不審者だということでね、はいはいはい、そしてあなたが今度は110番をした、はい、110番の受けた警官がそれらの2人の警官を説得するかと思いきや、はい、当事者と話し合ってくれているだけで、はい、全然解決にならない、はい、そのうちにパトカーが来てから人数が増えた、はい、それで協力しろということを押し付ける、はい、一方で最初の警官は、はい、ボックスカーのドアを後ろを開けたらやつ、はい、頭が当たったら、はい、あ、痛い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 、公務執行妨害で逮捕するぞと、こういうふうに言ったわけでね、はいはい、言葉としてはどういうことを言ったか覚えてますか？なんか公務執行妨害だぞみたいな、なんか略したなんか公募、公募と、あ、そう、そんな公募だぞとかなんか、うんうん、というふうに言ったわけです。僕が何のことかを「ええって言ったら「公務執行妨害」みたいな感じで。その時にあなたは本当にそれで逮捕されるじゃないかっていうふうに思ったわけですか？はい、ということで現場の模様は三軒茶屋の近くです。で警察官2名で、婦人警官はほとんど話は何も出してないですね、はい、で1人の警官、かなり手慣れた警官だと思うんです。まあ巡査部長クラスだろうと思うが、階級はともかくとして、まだ氏名も分かりません。これから後から調べます。で110番をして、実情言ったところが、110番の警官は当事者で話し合ってくれと。やがて今度は別のパトカーが来て、そこに4人ぐらいの警官が乗っていて、つまり都合6人ぐらいの警官によって彼を取り囲んで説得っていうか、強引に検査をしろと。それを断るというのは怪しいやつだと、怪しい証拠だと、他の人はみんな協力すると、これが一つのパターンなんですね。そういうふうに言われた時に、市民の側がどれだけの知識と意識を持っているかと、常々その警察官との職務質問をすることでトラブルが起こるのはまずそこから。基本的には任意です。任意ということは自由なわけ、応じても応じなくてもいいが、現実に今度は警官の立場に立てば、任意だからといって、あ、分かりました、もういいですよとは言ったんじゃ彼らは仕事にならない。したがって何だ、断るということは何か怪しいものでも持ってるのかと、見せては都合の悪いものでもあるのかよと、こう言ってその次には公務執行妨害だとか逮捕するぞとか。で彼自身も法的な知識もあまり深くなかったがために、断ったら逮捕されるんじゃないかと、そういう思いにも駆られたということまでの話でした。さて、そういうことでよろしいですね、はい、それからどうなりました？